練習用ウェアもらいまして、これからファーストプラクティス行ってきます。こちらがサンディバーグの古い球場みたいです。ここで始まったチームが今の球場に移動したと。球場の周りにはこういった湖が2つあるみたいで、奥にはね、白鳥のオブジェも見えますね。自然豊かなスウェーデンの風景です。そしてすぐ脇に我々の球場があるといった感じです。綺麗な場所ですね。今日はキッズチームのお手伝いっていう感じです。What a boy! キッズの練習終わり際、雨降ってきちゃいました。これ結構ヨーロッパあるあるなんですけども、雨降ってもう練習無理だねって言ってキッズチーム帰ったら晴れて、ジュニアでね、来てる選手が残ってちょっと練習していくっていう。ここロッカールームでね、スウェーデンのステッカー1枚もらって、これで11カ国にね、なってないんですよね。ちょっとプエルトリコとか、ドミニカリパブリックとかね、ミッシングなんですけど、これが今まで僕がプレーしてきた国たちです。今日は初の A チーム連ということで、10時開始で10時にやってきましたが、まだ余裕ですね。ルカス、いやールカスと一緒にやっていきます。おのおのですね。How you doing? Good. Jeff. Takeru. Nice to meet you. Likewise. Nicholas. Nicholas. Takeru. Nice to meet you. You're a pitch and catch? Catcher. Infield. Pitcher. Not really. Okay. I can, but... It's Sweden, so everybody pitches. Oh, yeah. Okay. No, but I think... おのおのアップしながら練習開始に備えます。ユニフォーム配ってますね。誰が何番持っていったか忘れないためにね、なんかこの契約書みたいのにサインしてもらうみたいです。こうしてね、センターから見てみても本当に気持ちのいいスンビベイクの球場ですね。練習やっていきます。Julius. So you came back from United States like 5 days ago? Yes, sir. Okay. Tuesday. Yeah. And already played one game. Yeah. One game so far. Nice. Yeah. ブルペン撮ってほしいみたいなんで、ちょっと撮ってみたいと思います。まあ、ジュニアとはいえ、今ね、トップチームの人数が足りてないんで、今日来てる二人はね、トップチームでも一緒にプレイしてるということで、僕がいなかったから、ジュニアのキャッチャーがダブルヘッダーで18イニング、キャッチャーやらされて大変だったぞって言われてね、遅れてごめんって言ってきました。では、ブルペン撮っていきます。OK。本日ブルペンで一緒に練習してるメンバーです。Yes sir! Let's go! Draw thing. It's a long part. Shut the track. キャッチボールとブルペン取りまして、ケージでバッティングやっていきます。これ綺麗なケージですね。しかも2連
というわけで練習終わりました。 Well done boys! Rocky Sasaki. Yeah, yes, playing for Marlins. Oh yeah. Not Oryx Buffaloes. Ah, okay. Okay. Thank you so much. Yeah, thank you. Yep. Thank you. Thank you. Next time. アダムとジュリアスが家まで送ってくれました。いいやつらでした。ということで今日の練習終わりです。ではまた。というわけでですね、スウェーデン滞在数日が経ってキッズの練習のお手伝いと自分たち A チームの練習行ってきたわけなんですけども、このスンビバーグのチーム現在人数があんまり足りてないという感じですね。まあ練習にね9人なかなか揃わないみたいな状況ですね。各自集まってマップをしてからキャッチボールをしたりバッティングをしたり、各自のまあ調整というかまあトレーニングをして試合に臨んでいくという感じのまあ練習形態っていう感じでした。で特にですね、途中ジュリアスっていうねあのピッチャーの選手がアメリカの大学から帰ってきてまだ5日だよ4日だよみたいなね話があったと思うんですけども、こういった形でですね結構20代前半の主力の選手がアメリカの大学に行ってるとかね、イタリアのリーグに外国人選手としてプレーに行ってるとかね、こういった状況がスウェーデンの野球界の中にあるみたいなんですね。でその結果人数が足りなくなってしまってこうねジュニアの選手を試合に出さなきゃならないみたいなこともあるみたいですね。というわけでですね、来週からね、いよいよ徐々に試合も始まっていくと思いますので、またね、こうやってこうスウェーデンの野球界だとかね、ヨーロッパの野球界について気づいたことっていうのはね、たくさん発信していきたいなと思いますので、ぜひこれからもこの動画楽しみにお待ちいただけましたら嬉しいです。では、4大陸の反田健でした。